どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、こちらの水槽を見ていきたいんですけれども、まあ水草ストック水槽、にしている水槽で、まあ私のね、水草の、まあ育てる力というか、はい、勉強するための水槽に今しているんですけれども、まあだいぶね、水草の方もまあ調子が徐々に上がってきました。でまあ近寄ってみると、これがね、レッドルドウィジアですね。これがね、結構調子よくて、背丈もだいぶ伸びてきましたね。結構お気に入りの 水草です。あとは皆さんご存知、カモンバですけれども、これがね、意外とね、私調子悪くて、やっとなんか調子上がってきてくれたなみたいな感じです。でこれがね、ちょっとあんまり馴染みがないんですけれども、カルダミネラリタってやつですね。これはね、かなり増えてきた、調子がいい水草でございます。であとこれがロタラインディカですね。まあちょっと光合成してますけれども、これもね、最初はね、枯れるんじゃねえかなと思ってたんですけれども、徐々に調子が上がってきました。でもしかすると、まあ、水上葉から水中葉に変わる、まあ切り替えの時期だったのかもしれません。あとこれがね、パールグラスですね。これはね、他の水槽にあったやつを持ってきて、まあちょっとずつ増えていったって感じですね。ちょっと苔がついてるけど、まあ成長が早いんで、これからもっといっぱいになるのかなみたいな感じでございます。で CO2 のシステムは、まあこれ私前の動画でやったんですけれども、まあ100均のコップで、化学式でやってる感じですね。拡散糖って言ってね、まあただ二酸化炭素をこの中入れて溶かしてるだけって感じですね。はい。でまあね、今日はね、ちょっとまあ私のね、まあ水槽、その水草の育成の力を、まあ経験値を上げるということで、まあレイアウト変更をしていきたいと思います。で普通だったらね、水草って言えばトリミングなんですけれども、トリミングしないでね、しないで水草を移動させたいなみたいな感じです。ただこれね、最初に言っておきますけど、結構失敗しましたから、まあこういう風なやり方もあるんだみたいな、あでも失敗したなみたいな感じで見ていっていただければと思うんですけれども、でやりたいのは、まあ、手前にあるルドウィジアをこう横に避けると、後ろにね、バコパがあるんですよ。でもちょっとバコパの成長がちょっと遅くて、で他の水草たちが結構背丈が高くなっちゃったんですよね。で見えないから、それをどうにかして見せたい。で今棒でぐるぐる回してるところが空いているので、まあ、そこにルドウィジアを、まあ、移動させたいと。通常だったら抜き差しすりゃいいんですけど、ちょっとね、そこの移動させたいところに穴をまず掘るんですよ。一応穴掘って、ただね、まあ当然私も肥料植えてあるんで、穴掘ると肥料が巻き散るなみたいな感じではあるんですけど、ちょっとゆっくりこういう感じで穴掘って、で穴掘った方向にソイルごとこう移動すると。はい、ソイルごと移動。そうすると移動したところにまた穴ができるじゃないですか、もともとあったところにね。それをこういう感じで埋めて、でまあ移動させるという感じですね。ただやっぱね、埋まっていた、肥料は舞い上がりましたね。だいぶ舞い上がった。でまあちょっとね、微調整しないとうまくいかなかったんですけれども、まあ移動させた図がこんな感じですね。はい、まあちょっとね、他の水草も少しだけ移動させたりしたんですけれども、まあそのね、バコパがちゃんと見えるような形になったという感じですね。これね、でもまあ抜き差しでもいいと思ったんですけど、こんだけ余裕があるから。だけどちょっと一回やってみたくて、ちょっとやってみました。でこちらが、まあある程度時間を置いた映像なんですけど、どうですかね。透明度だいぶ上がってきました。まあ移動してね、バコパがまあ見えるようになってきたって感じですね。まあ各種類の水草が見えると。まあそれは達成できたって感じですね。まあちょっと若干、まあ肥料がね、まき散っちゃったんで、まあ苔もしかしたら増えるかもしれないですけども、今ね、フライングフォックスを1匹だけ入れてあるんで、彼か彼女か分かんないですけど、やってくれるんじゃないかなみたいな、風には期待しています。でまあレイアウトに関してちょっとだけ話させていただくと、この水槽のレイアウト、
はい、まあレイアウトっていうレイアウトじゃないんですけれども、まあ見られるぐらいではなってると思います。で、よくね、私水草水槽をやりたいけど、レイアウト苦手なのよねみたいな感じで聞くんですけれども、で私が思うに、まあ、ホームセンターが結構よくて、でホームセンターの水草って、まあ、わりかし難しい水草ってないと思うので、でしかも、まあ、3束1000円とかね、安く売ってるじゃないですか。でそこら辺のを買ってくると、でまあ同じような種類をいっぱい買ってくるんじゃなくって、まあ、ある程度形とか 色がね違うようなやつを見繕って買ってきて、んで植える時も一本一本ねバラバラに植えるんじゃなくてまとめておくと、まとめて、植えていくと生え揃ってきた時に綺麗にね、ムラがあって生えるので見栄えが良くなるんじゃないかなと。あとまあ違う種類を買ってくるんで、まあ、隣同士になった時にねその1個の水草が際立ってくると思うので、まあそういったやり方がいいかなって思います。まあ今のはちょっと有形層に限った話かもしれないですけど、まあそういった感じでやればいいかなって思いますね。はい、レイアウトとしてはね、まああと苔問題もちょっとあるんですけど、苔もねある程度やっぱ水草が最初からあった方がいいと思います。はい、水草の調子が上がってくると苔も少なくなってくると思うので、だからまあ最初ね購入するときはちょっとやっぱ多めに入れた方が、いいかなって思いますね。なんかねちょっとずつ増やしていこうっていうとね、やっぱ最初にちょっと買ったやつだとやっぱ苔の方が勢力がね増しちゃってね、あれなんで、まあ、ある程度水草やるんであれば一気に買った方が失敗しないかなみたいな感じだと思います。はい、そんな感じですね。すいません、なんかそんな感じとかあんな感じとか、まあ、私もそんなに水草得意じゃないんでこういった感じになっちゃうんですけれども、いかがでしたでしょうか。はい、ということで、まあね、水草に関してはねこういう感じでちょくちょく動画に上げてい、きたいと思いますので、お楽しみしてくださいということで、チャンネル登録まだの方、こういった形で水草私も枝なりに頑張っていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタンお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。